上田です。上城だ、上城、上城から折り返し、浮かしたボールは決まりました。浜田のキープ、ここはチャンピオンが出て対処しに行きます。一度下げて、あとオンゴールになりましたか。さあ上城、この人はドリブルがある。徳本が上がっている、徳本、中には山本が待っていますが、ヘディング、さあそして裏へのボール、山本が変わっていってゴールが空いているが決まった。浜田がついていました。今日宇高に対してはこの浜田がしっかりと守備します。この時サイドの流れでもヘディングのタイミングはね、浜田が対応しますね。さあここは斉藤が強いぞ。斉藤、斉藤中に入れてきた、フィニッシュ。